さあオリックスですけれども、今回の内容は西川龍馬、ペルドモ、オスナの獲得調査ということでございまして、昨日ですね、2023年シーズンが晴れて、終了するということで、一夜明けて怒涛の情報公開が出てきたということでございます。まあツイッターでもですね、昨日の配信でも言いましたけれども、シーズンが終わるということは、ここから大忙しのオフがやってくるぞということで、阪神とオリックス除いた10球団はですね、もうオフに入っておりまして、トレードだったりとか、戦力外だったりとか、FA だったりとか、いろんな情報が出てきてたんですが、やっぱここの2チームに関しては、まだね、そういった情報が出てきてないです。もちろん、日本シリーズね、7戦まで、3勝3敗まで、行ったわけですから、やっぱ現場でやっている選手のモチベーションも考慮してですね、発表できるものとできないものが、あるというふうに思ってます。まあ、そんな中で、オリックス2020年からですね、4年連続、獲得調査をしたということで、改めてこの3人の選手についてお話をしながら、去年は森友哉選手をかなり早い段階で、調査報道ありましたけども、じゃあなんで今回は日本シリーズが終わってから堂々とやってるのか、そのあたりについてもですね、個人的見解をお話ししていこうかなと思います。ではまずね、西川龍馬選手、オスナ、ペルドモ3人ということですけど、ご覧の通りということで、まあ、広島、ソフトバンク、ロッテ、それぞれの主力の選手たちでございまして、西川選手に関しては4番、人的保障ももちろんあります。年齢が28歳。年俸1億2000万、かなり安いですね。3億ぐらいあってもおかしくないんじゃないかっていうぐらいですけど、そしてソフトバンクのオスナ、もう圧倒的なクローザーでございまして、モイネロ、オスナ、ここに関してはね、もう8回、9回、ソフトバンク、もう試合が決まるということで、対戦するときにはですね、7回までになんとか、勝負をつけたいなということでしたけども、年齢が28歳 6.5 億円という数字になっています。そして、ロッテですね、ペルドモですけども、最優秀中継ぎに今年も選ばれました30歳ですけど、まあ、ざっくり年俸2億円という成績になっております。まあ、3人ともえげつない、選手ではあるんですが、まずね、じゃあ西川選手について、お話をしていこうかなということで、この間ね、まあ、西川選手について、ちょっとお話をしましたけれども、改めて、身長、体重であったりとか、詳細なちょっとこうデータをね、出させてもらいました。ご覧の通りということでございまして、まあ、大阪出身で、小中はずっと大阪でプレーをしていて、高校では敦賀気比、正隆とは一つ学年が違うということで、まあ、非常にオリックスにゆかりがある選手なんですけども、今シーズン、2度抹消がありながらも打率3割5厘ということで、ホームランこそ9発なんですが、OPS は760ということで、やっぱり左の強打者、オリックスのやっぱり面々見ても、森さんぐらいしかやっぱ核となる左のバッターはいないということで、昨日もお話をしましたけども、なかなかね、日本シリーズ、森さんに、おんぶり抱っこだったなということで、そこの、部分もですね、森龍馬ということで、左の強打者が、もう一人加われば、オリックスかなり、後になるんじゃないかなと思います。一方で、弱点ということを言うとするならば、守備ですね、レフト専門ということで、一時センターもやってたそうなんですが、今年は基本的にはレフトで、ずっと出ずっぱりというのと、さっきも言いましたけど、2度抹消してるんですよね。結構スペ体質ということで、まあ10年間で、キャリアの中でもですね、なかなかやっぱり離脱しがち、っていうのは、ちょっと頭に入れておかないといけないのかなというふうに思います。まあそんな西川龍馬選手ですね、獲得するメリットとデメリットですね、ちょっとご紹介させてもらいました。まずメリットは、外野の一枠を固定できるということで、今年ですね、西川選手2回抹消してるんですけど、ラオウは3回抹消してるんですね。レフトのレギュラーということで、まあなかなかライトはちょっと厳しいということでレフトになってますが、ちょっとラオウと重なる部分はあるんですけど、まあ DH がありますし、助っ人外国人の野手に関しては、ポランコはね、行かないっていうような感じになってると思いますので、そのあたりちょっと DH、セデーニョとも兼ね合うとは思うんですが、十分いけるというふうに計算をしてるのかなと思います。そして、周平に関しては、まあ、ライトも守れるんですけども、今年36試合にとどまった理由としては、コンディション不良だったそうですね。日本シリーズ、昨日3安打ですよ。一昨日途中から出てきて、西からツーベース打ってますね。やっぱり実力としてはあれぐらいのものを持ってるということなので、そのあたり含めても、やっぱり外野手が、ケータ一択だったのはなかなかに厳しかったのかなと。その中で、15ゲーム差を上げて、3連覇できたのは素晴らしいんですけど、日本シリーズ、日本一ということになれば、ここがね、ちょっと弱点となって、阪神に敗れてしまったというのは、要因の一つとしてはあるのかなと思うので、まずはここがかなりアドバンテージかなと思います。そして、何よりもやっぱセリーグ2位の打率が加わるということは、得点力大幅にアップということで、日本シリーズで敗れた試合すべて見たところ3得点以下でございました。
昨日は1点しか取れてないということなので、改めてこの打つ方でのアドバンテージはかなり大きいですね。そして4番だった森選手への負担軽減ということで、当然ですけど広島で4番を打ってるということはオリックスでも4番を打つ可能性全然ありますから、4番を森さんから外すことができればかなり負担の軽減は軽くなるんじゃないかなと思います。一方でデメリットで言うと人的保障があるということで、ここは人によってはデメリットというふうに思うかもしれないんですが、個人的には全然問題ないと思ってるんですね。去年はなんだかんだで移籍したのは超選手でした。その超選手も西武で1年で、戦力外というふうになってます。で、若手が渋滞してると金の卵が取られかねないというふうに思ってるかもしれないんですが、そこに関してはですね、なんだったらオリックス若手渋滞気味なので、こういったことがない限りは強制的にやっぱり枠っていうのは開けられないんじゃないかなというふうに思いますし、福良 GM もやっぱり3年で結果を出してもらわないとっていうふうに言ってるんですけど、それはつまり3年を越してしまうとこういう感じで FA にもどんどん手を挙げるからプロテクトできないんだよという意味かもしれないですね。そうなるとそういったものは織り込み済みで、FA にも手を挙げてると思いますので、逆に言うと3年で芽が出なかったらオリックスとしては、ちょっともうすまん守れないというふうになってると思いますので、その代わりどん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 新陳代謝ですね、空いた枠は新しい選手に、継ぎ込んでいくというサイクルだと思いますので、人的保障は全然僕は問題ないんじゃないかなと思います。一方でちょっとね、規定到達が8年間で3回だけなんですよね、23年と直近は21年19年と2年に1回のペースなので、この感じでいくと来年は規定到達しないっていう計算になりますけども、ここがですね、やっぱラオウが3回そして西川選手も2回抹消なので、獲得したとて固定はできないんじゃないかっていう声もすごくわかります。ただ改めてですね、日本シリーズの外野の布陣見てもらうとご覧の通りなんですね。これ外野、センター、レフト、ライトすべて守った選手なんですけども、どうでしょうか、固定できているのはケイタだけということですけども、そのケイタもね、匂いを切ってしまいました。結果やっぱ得点力不足になりましたので、オリックスとしてはやっぱり、是が非でも欲しい選手なんじゃないかなというふうに思う。そして今年ですね、レフトだけじゃなくてライトも固定できなかったということで、ライトのスタメンで使われた選手ご覧の通りということでピックアップしました。一番多いのが茶野選手、その次が野口選手ですけども、どうでしょうか。茶野選手は日本シリーズ出ておりません。野口選手も全試合スタメンとはならなかったわけですよね。それを考えるとやっぱり西川選手に手を挙げるっていうのは十分理解ができるのかなというふうに思います。一方でちょっとだけ不穏な動きだなと思ったのが、シーズンが終わって CS が、終わってっていう風になったタイミングでもですね、西川選手を獲得調査しているのはソフトバンクだけだったんですね。で、これはおかしいなとね、セリーグのリーディングヒッター2位ですよ、近藤選手とそんなに遜色ないバッターをやっぱソフトバンクだけが調査っていうのは、ちょっと去年の森さんとすごく被るんですよね。森さんもジャイアンツだけだったと。ソフトバンクが上げるか上げないかぐらいだったんですけど、改めてオリックスが分かんないですけどね、他の球団が水面下で交渉している可能性もあるのかなというふうに思いました。そして、去年は CS 途中で報道があったオリックス、なんで今年はなかったのかってことなんですけど、森さんがキャッチャーですよね。獲得となれば、一番去就に時間を割かないといけないのは伏見選手だと思うんですね。はい。伏見選手が出るか出ないかっていう決断をやっぱりするためにも、ものすごく早い段階で調査することによってたっぷり時間を設けられるんじゃないかということで、伏見選手のために早めに報道を出したんじゃないかなと個人的に思いました。同じタイプでポジションが被る選手で FA 権持ってる選手っていうのはいないので、改めてオリックスとしてはそんなに急いで調査報道は出す必要がなかったんじゃないかなというふうに思いましたね。なのでもうオリックスができることとすれば、この調査までですから、西川選手が動くのか動かないかでかなり今後は左右されるんじゃないかなというふうに思います。そして続いてがですね、オスナとペルドモということですけども、まずオスナとペルドモそれぞれの成績出してもらおうかなと思います。もう49試合で防御率が0点台、オスナはもう異常ですね、言うまでもないですし、ペルドモに関しても50試合以上投げて、41ホールド防御率が 2.13、 今シーズン最優秀、中継ぎにも輝いております。中島監督大好きの助っ人ですけども、この2人、どちらかでも大丈夫ですし、両方加入するならばメリットデメリットということでちょっと出させてもらいました。まずメリットね、勝ちパーが1人増えますということで、総一郎、平野義久も絶対的な勝ちパーに1人加わるというふうになってます。それだけじゃなくて、一番やっぱメリットとして大きいのは金属疲労を軽減できるなということですね。もちろん勝ちパーね、総一郎もちょっと1年間、甲府の波があったりとか、義久もねちょっと年齢的なこともあってということで、そういうこともあっての、ペルドモオスナだと思うんですけど、それと同じ
じぐらいですね、やっぱ安倍投手だったりとか宇田川投手だったりとか、あとは比嘉さんですか、ここ3年間やっぱ優勝争いをして、日本一にもなって日本シリーズ3年連続行ってっていうことですから、ここ特にここ2年間はね、最後の試合までちょっと結果がわからないっていうような状態だったので、改めてヒリリーフの蓄積した疲労っていうのを軽減できるんじゃないかなっていうふうに思います。そして吉野分もねポスティング出すんじゃないかっていう話もありますから、そのあたり含めて、先発投手の力量次第ではねリリーフにしわ寄せが来る可能性も全然ありますから、このあたり含めて、メリットなんじゃないかなと思います。そして最後ね、まあ、A クラス球団の戦力を低下ということで、ソフトバンクロッテそれぞれ2位3位だったわけですけど、今朝ねソフトバンクがウォーカーを獲得するというふうに、まあ、言っておりました。こういう感じで他球団もねどん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 戦力を向上させようと動いている中で、勝ちパト、そしてクローザーとを一枚抜きすることができればね、戦力低下はして4連覇にもつながるんじゃないかなというふうに思います。一方でデメリットとして言うならば、高額年俸というところが挙げられるんですが、ここに関しては何のための正隆のポスティングなんだということで、資金たっぷりあります。 21.6 億円、ありますし、もともとオリックスねお金には、困っていない球団なので、ここは、十分大丈夫なんじゃないかなと思います。そして、日本シリーズのリリーフ見ていこうかなと思いますが、やっぱりねここ3年間の蓄積がすごかったのか、短期決戦に関してはなかなかにね、すごいリリーバーたちもちょっと不振に陥ったということで、唯一無失点なのは小木投手だけなんですね。あと吉井さと他は宇田川投手でさえ、総一郎でさえやっぱ打たれてしまったということを考えると、ここの層を厚くするっていうのは十分、理解ができる動きだと思いますので、改めてこの3人非常に補強ポイントに沿った、動きだなというふうに思っております。ということで今回の内容は、今朝飛び込んできました西川龍馬選手、そしてオスナ、ペルドモ、この3選手の獲得調査についてお話をさせていただきました。改めてオリックス目線戦力分析しながら、非常に、素晴らしい動きなんじゃないかなというふうに思うのと、森さんと違う動き方を改めて西川選手にはしてるなということでございました。ぜひ今回のテーマについて何か思うことがあればコメント欄通じて教えてもらえたらなというふうに思います。ということで今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録やグッドボタン、そしてツイッターのフォローなどでこのチャンネルを応援してもらえると本当に嬉しいのでよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。